本日もご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、りゅうちゃん久しぶりの登場というような感じで、廃校期さんですね、廃校期さんの電動草刈り機並びに牧田さんのですね 80V マックスですね、 40V の8アンペアを2個挿して、本日はこの両機種を使ってまた、草刈りを頑張ってみたいなと思っております。本日はですね、鹿児島はちょっと風が少し強いですね。でちょっと風が吹かなければちょうどいいこの日和なんだけどもといった感じですね。風がありますので、ちょっとこの、直帰みたいなのをちょっとこう羽織らないと肌寒いかなというような感じですね。本日はこのような感じで、マキタ 40V 8 A の2個挿しと、廃校機さんの 36V 18V 対応の蓄電池を1個挿して、草刈りをやってみたいなと思っております。ただいまよりですね、ちょっと準備に入って、それで現場の方に行って草刈りを始めてみたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。それとですね、今まで、80V この牧田の草刈り機、これもですね、バンバン使いました。両方ともバンバン使いました。これといって、不具合、電池が熱を持つとかというのはなかったですね。廃校機さんの方はですね、レベル3で、ちょっときついところをさーっとナイロンコードで行けばですね、この間も申しましたけども、自動販売機でホットコーヒーを買った時のあの暑さではなくて、あれを車に置いて少し経った時に触ってみれば、ああちょうど生暖かいなという風な感じの、まあ、熱を持ったというかですね、36V の1個出しですので、やはり電池がぐーっと回す力を与えないといけないというので、ほのかにあったかかったぬくもりを持っていた。ですので、ここの部分、本体の電動の部分はですね、ここの、やはりこのシャフトが来て、この辺りがですね、少しだけですよ、少しだけ、まあ、この火が当たって触ってみるとポーッとあったかいという感じ。ここはもう全く、まあ、冷たい状態ですかね。ほとんどもう熱を持っていないという状態ですね。今はこの直射日光にさらされていますので、触れば、熱を、この黒い部分が熱を吸収してポーッというあったかさになっているということですね。今こちらも、こちら側はですね、やっぱこう直射日光が当たっております。今ポーッとあったかいですね。全く使ってない状態でですね、こちらはもう、あ、冷たいなというような感じですね。こちらはですね、もう熱を持つとかなんとか、まあこの空間がある程度作ってあると思いますので、ほとんどバンバン使ってしましたけども、熱を感じたとかですね、機械が異常を感じて停止をしたということはなかったです。その時に使用いたしましたのがですね、グルガリですね、グルガリの、はい、何ミリだったのかな、すいません、ちょっと忘れました。このグルガリの昔ながらのコードですね、 3.5 ミリなのかな、 3.5 ミリですかね、3ミリですかね。これを4本出してですね、どのような感じだったのかな。いつも私はですね、これをこう、こういう風な感じですね。こういう風な感じで、こちらにこの差し込み用のコードを入れているということですね。これでですね、これで
名護市ブルガリのですね、ナイロンコードですね。これをですね、ここに4本セットをして、ですね、ここに、段取りの悪さはですね、YouTube 展開一品に、先につけとけばいいのにですね、まあ、この、あたふたしているのも、皆様の、見ていらっしゃる方々がですね、また、リュウちゃんのいつものあたふたが始まったな、というような感じで。差し込みの穴がですね、これかな、違うな、これかな。またこの中の、ここも掃除をしとけばいいのにですね。こういう感じですね。よいしょ。この名護市ぐるがりのですね、コードも案外とバチバチいきますよね。あまり言うとまたこの、ゆうちゃんはいつも名護市ぐるがりは、ダメだ、ダメだって言ってるのに今日は、なんか名護市ぐるがりさんのこの行動を褒めてるな。変な誤解を招くといけませんのであまり言いませんけども。やはりいいのはいいですよね。よいしょ。よし、こうですね。まあ、このような感じですね。ナイロンローターはですね、あれはディズライザープロ系統のですね、一番小さいやつ。小さいやつですね。あれを、7ミリまでが入るようにですね、穴をきれいに開け直して、削り直したという状態ですね。この4本出しですね。これでですね、40V 8A を2個刺して、もうバンバン行きました。ちょっとこの、なんていうんだかな、40V の 8A がですね、熱を持たないものかとか、本体がどうなるかとか、まあ、いろんなことでも、どちらかというとですね、わさわさですね、おそらくここ行けばもう、レベル3のバンバンのバリバリの状態で行けば、まあ、電池もごめんなさいという風になるんじゃないかなって思ってですね、バリバリ行きました。バリバリ行きましたけども、バリバリ切って、蓄電池並びに本体、シャフト、もうなんともないような感じですね。逆に私はもう、マキタ 40V、80V マックスのこの機械にですね、あたふたするぐらいバンバン行きますね。行きましたですね。いいです。ですので、まあ、できればですね、まあ、草刈りをしよう、電動草刈り機を購入して、草をバンバン刈りたいな、って思われる方はですね、廃校機のこの 36V のこのタイプですね。これはですね、もう軽い。なんだこりゃ。この小さいこの軽さで、どんだけ切ってくれるのか、というのはですね、もう私は実証しました。それと、この 80V MAX はですね、どちらかというと、一般向けの方ではないですね。品物ではないです。かといって、我々のようにバチバチ行く人の草刈り機かというのは、まあそうでもないです。はっきり言います。なぜかということはですね、80V の本体であってもですね、蓄電池がゼロになったらどうなるかということです。その1点ですね。機械は間違いないです。バチバチいきます。ただし、電池が、本体と電池を2個ですね、電池を2個購入したときに、どうなるかということですよね。なかなかそこあたりがですね、難しいとこですよね。よいしょ。また今日もちょっと話が長くなりそうですけども。やはりこの電池がですね、一番の重要な
点だと思いますよね。手頃に買える品物ではないということですね。よいしょ、ちょっとすいませんね。よいしょ。よいしょ。要はこの 80VMAX、電動草刈り機の中では最強だと言われるのは、まあ、当たり前ですよね。私のようにこの8040V のこの電池ですね。8アンペアですので、最強も本当の最強ですよね。電動草刈り機の中ではまあ最強だと思います。8アンペアで持続性もあります。ただし、鍵にですよ。電池が、蓄電池がですね、2個。蓄電池が2個しかなかった場合、もう漫画です。これをセットをして、バンバン行きます。バンバン行きますけども、電池がなくなった時ですね。もう帰らない感じですよね。電池がなくなった時にはもう帰らない感じです。どこ何をイジクロが紐をつけて回そうがかからんわけですから。回らん。ですので、蓄電池2個ではもう漫画だと思います。まあ、そのあたりのですね、ちょろちょろ畑をするんであればいいですよ。ただし、我々のように本腰がですね、本腰でやらない眼中人間の方々にとってはですね、4個でも無理です。やはり、6個、最低6個。6個プラスですよ。6個プラス。ポータブル電源の、私が持っているあの小さいやつよりも、さらに、一回り、二回り、金額にして10万から13万ぐらい、まあ運が悪ければ15万ぐらいかかるでしょう。その値段とですね、本体蓄電池6個、これを考えた場合にはですね、まあ、はっきり言います。これは最強であるけども最低であるということですよね。なぜかというとお金がかかりますよね。まあ私もこれでバリバリ行こうと思って思います。思って やります。ただし、2個ではもう漫画です。ある程度はバンバン行きます。残ったらどうするのかということですよね。帰って、充電器に挿して充電が完了するのを待つのか。それとも、まあ、なんとか4個揃えてしたとしても、この間のように半端が残るということですね。それを避けたいためには、持続してある程度の仕事をこなさないかん。仕事で草刈りをですよ。草刈りをこなさないかん。ちゅうたときにはですね、やはり6個。最低でも6個準備をして、ポータブル電源。10万前後のポータブル電源を購入するか、もしくはですよ、インバーター発電機ですね。インバーター発電機を購入して、あれもやはり10万前後は軽くいくと思います。それをセットをするかですね、ポータブル電源の10万前後ぐらいのちょっと一回りワンサイズ大きなのを買うか、インバーター発電機、あれのちょっと容量のあるやつを購入して、セットをするかですね。インバーター発電機を購入して、4個ならギリギリでしょうね。これをセットをして、使って、こちらが電池が切れた。時にはインバーター発電機をエンジンをかけて、これを充電器に接続して、この2個で草刈りをする。ただしですよ。ただし、この2個を接
通してこれを充電器に差し込んで、これを使い終わるまでに充電が完了するかっていうことですね。私はちょっと取扱説明書を細部まで読んでおりませんけども、これが何分かかるかですね。30分かかるのか50分かかるのか、ちょっと私は勉強不足ですいません。ですので、まあ私のようにですね、バンバンいかんないかんちゅうんであれば、やはりですね、6個ぐらい持っとかんな安心して仕事ができないということですね。6個を満タンに充電をしてですね、持っていけばある程度はこなせると思います。ただしそれ以上はどういうふうなことをしても無理だということですね。ですので、インバーター発、インバーター発電機、もしくはポータブル電源、あれの、ちょっと大きなやつですね、容量のあるやつを購入する。ということはですね、総合的に考えればですよ。もう国内の草刈り機を何台買うっていう問題じゃなくて、この機械はどのような方が使ったらいいのかというのが一番の問題になるということですね。80VMAX ですよ。この機械はどのような方が使えば一番いいのかということですね。まあ、当然私のようなバチバチいかないか人間というのは、まあ6個はないと面白くおかしく草刈りができないという結論が出るんじゃないかなと思いますよね。ただし、この 80VMAX ではなくて、この下のやつの1個出しですね。1個出しで今新しいのがですね、右回転、左回転、自在に操作ができるナイロンコード専用機というのが発売されているのかな。この間ちょろっと言うて、またナイロンコードでバチバチの機械が出ましたよ、出ますよとかなんかチラッと連絡がありました。それが 40V のこの 8A ですね。これもいけるみたいです。それは、なんていうんですかね。まあ普通にこういうふうに草刈りをしていけば、こっち回りですから、こっち回りというのは反時計回りでバンバン回って自分の方にバンバン飛んでくるということですよね。それをですね、今度は逆回転ですね。逆回転モードにスイッチを切り替えれば、時計回りにも回るということですね。今までのやつは絡み防止のボタンがあって、それを、ま、ボタンを入れれば何秒かですね、くるくるっと時計回りに回って絡んだ草を取ってくれますよというのが今このタイプですね。その1個出しとか2個出しのこのタイプですね。それの一番新しいタイプが反時計回り並びに時計回りの回転ですね。まあ右回転左回転自由に操作ができるというのが一番新しいやつが出てると思います。ナイロンコード専用機ですね。あれがですね、なんかいいよなーっていうな感じですね。今それはなぜかというとですね、こういう風に切っていると、やはりこの自分の方にバンバン来るわけですよね。反時計回りにバンバン回りますから、自分の方にバンバン来るということですね。それを時計回りの方に回るようにスイッチを切り替えれば、このように回るということですね。ですので、こちらにこう切っていけば、すべて前の方に飛ばしてくれるということですね。ただし、こんな戻り切りをするときには、こちら回りですので、自分の方に飛んでくるということですね。ですので、まあ、はいば、道路の際をするときなどは、こういう角度で、時計回りで回転をさして、切っていけば、こちらには一切飛んでこないということですね。ただし、水平にしたらダメですよ。傾けて、向こうに飛ばす、切りかすを向こうに飛ばす、時計回り回転
右回りの回転で回してスーッと行っていただければ、まず、80%、90% かな、こちらには飛ばないということですね。ですので我々のような、車がちょこっと通るようなところを草刈りする場合には、右回転でこういう感じで切っていけば、すべて向こうの方に飛んでいくということですね。ただし道路に平行で水平に置いてこういうふうに切っていくと、右回りですので向こうにババーッと飛んでいくということですね。ですので時計回り、右回りで、右回りですね、右回りでちょっと角度を変えて少しだけ倒してあげれば、すべて向こうに切りかすが飛んでいくということですね。それがですね、ああいいなというふうに今思っております。それは、この40V、 8A とか 5A とか、まあいろいろある、それは全部すべて使える機種ですね。ですのでこの 80V マックスのこの機械はですね、なかなか難しい点がありますよね。バンバン大概のところは行きます、バンバン行きますけども、電池の充電をする方法を、手段を考えなければならないということですね。もう2個だったらもう漫画です。バンバン切ります。バンバン切って思い通りに切ってくれるんだけども、電池が切れたらどうするか。また、エンジンの草刈り機をかけるか。もう一台、別に、機械を購入せんないかんということですよね。中途半端で作業が終わりますので。4個だったらですね、いいんです。4個だったら、いいんだけども、2個を使い果たして、次の残りの2個をセットしたときに、これをどのような形で充電をするかということですよね。これを考えると、先ほども申しました通り、ポータブル電源、10万前後、まあ、13万ぐらいします。それを新たに購入せんないかと。それでも心配な方はもうポータブル発電機ですね。あれならもうエンジンをかければバンバン充電をしますので心配がないということですね。ポータブル電源の場合は限りがあるということですね。だから、1回2回3回4回の作業をせんないかんとなれば、多分ポータブル電源では相当な容量があるやつでないとこなしきらんということですね。1回、2回、3回、4回分ぐらい使わない感じになった時にはもうあたふたすると思います。かといって、インバーター発電機を購入してガソリンを焚くわけですから。こちら電動草刈り機を使って燃料の節約をせないといけないという考えのお方であれば、まずインバーター発電機を使うことは何の意味もないということになってきますよね。まあこれ考えようですね。40V の、先ほども申しましたように、まあ北の 40V の普通のタイプか、ナイロンコード専用機の右回転、左回転、どっちでも回せる機械、ナイロンコード専用機ですね。品番はちょっとわかりません。それを買うかですね。なかなか難しい問題ですね。まあ、その1個出しの、それがですね、どっか 30cc クラス、エンジン式で言えば 30cc クラス相当のパワーが出るという話がちらっと聞こえてきましたけども。まあ、所詮はその、エンジン式には勝てないとは思いますよ。エンジン式の場合は、エンジンがパクタレン以上、ガソリンが切れん以上は、どこまででもバンバン行きますから。で、その、自分で勝ってですね、その、悪い方向な話をするようですけども、これは
考え問題ということですね。これはですね、まあその、なんていうんですか、YouTube でちょっと人気を取りたいな、ちょっと動画数を増やしたいなというんであればですね、40V を買いました、80V MAX を買いました、でいいですけど、いざですね、総合的に考えてですよ。悪いというんではないですよ。この電池をどういう風に充電をしていくかということです。まあ、ちょこっとした、こういうところをですね、パパッと刈るにはもう最高です。どんな草に出会ってもバチバチいきますから。バチバチいきます。廃校草の場合ですね、どんな場所でもといったわけにはいかないです。ただし、チップ層であればほとんどレベル1でもスーッといきますね。まあ、こちらはもうその、チップ層つけても何もならんということですよね。こういうパワーのある機械にチップ層つけても、レベル1以下じゃないとスースーいかんわけですから。それ以上であれば持て余すということですね。何もならんということですね。で、それに私のようにナイロンコードでバチバチ攻めたいという方はですね、もうこれは最適ですよね。もうどんな場所でも行きますから。私もまあびっくりしました。ああ、こんなもんだろうなというのでですね、びっくりしました。ただこの、電動式のモーターであんだけバリバリ切れるっていうのでびっくりしたということですね。まあ値段もびっくりしますよ。まあこんだけ揃えればですね、海外のどでかい草刈り機がポッと買えるぐらいの値段になると思います。ですので、一般のご家庭の方でですね、家の周りとか、庭を、草をきれいにしたいとか、のお考えであればですね、廃校機関がもう最高ですね。総合的に考えても、電池の買い求めやすさ、機械の買い求めやすさ、軽さ、もうなんだこらという軽さです。蓄電池も小さいですから、今これに、この重さにですね、この重さに蓄電池が加わったから、さほど変わりません。私はまあびっくりしました。この、廃校機関のこの電動草刈り機でですね、こんなにこうコンパクトに小さいのに、本当に切ってくれるのかな、というのがですね、この間7ミリでちょっと試しましたね。動画で。レベル1でも、スピード落とせばバンバンいきます。まあもちろん、面積を稼ぐって言ったら、まあこちらですよ。さあ、80V の8アンペアの、40V の8アンペアをダブルでかますわけですから、長持ちせんねえかんということですよね。まあ、こちらびっくりしましたね。これはですね、電池さえですね、ある程度揃えておけばですね、まあ10個ぐらいあれば大概のところはこなしますね。ただし、チップ層、私はチップ層で、ほとんどチップ層で草を切るんだけどっていうことはね、もう最適でしょうね。もうレベル1でずっといきますから。さあもう電池が10個あればですね、もう相当稼ぎます。チップ層の場合ですね。私はこの前7ミリで、やりましたけども、そこそこいきました。今回はですね、このナイロンローターはですね、もうちょっとすいません、名前忘れました。この中の方にくるくる巻いて、中から外に出すというタイプですね。まあ当然、その、なんていうんですか、まあ私の田舎でいう強化プラスチックみたいなやつで作ってあるということですね。これでナイロンコードがですね、視聴者様からですね、ご提供いただいて、わあ、すごいな、このコードは。というのでですね、あれは、すいません、たびたびちょろちょろしますけども、やっぱり自分が皆様にですね、少しでもお伝えできればいいな、ということでですね、今こちらですね。まあ、商品の、正式名称はですね、ウルフというふうにこの書いて、パッケージには書いてあるんですけども、狼のですね、このあたりですね、狼のこの目のあたり、これがその、パッケージに載っていますね。
あ、狼の鼻のあたりからこう目のあたりがですね、パッケージに乗ってますね。長さ60メートル、まあ、3ミリ、太さは3ミリのこばですよと書いてありますけどですね、のこばとのこばの間を測れば、北房 YouTube をなさっている北房さんですね、北房さんがのこばとのこばの間を測れば3ミリじゃないって言ってですね、4点何ミリとかなんか計測していらっしゃいました。パッケージには3ミリ、これはノコバの部分ではなくて、ノコバのこの別な上下の、別なというか上下の方ですね、ノコバじゃなくてこちらの方ですね、これが3ミリだったのかな。北房さんの動画を見てください。これはですね、今ちょっと高くなりましたね。アマゾンさんで1900円近くぐらい、1800円、900円ぐらいに上がってるんですかね。最初、当初はですね、浜様というご視聴者の方からですね、りゅうちゃん使ってみてください。結構バチバチいけますよということでですね、来た時に、丸山製作所名目販売のですね、ノコブレード、ノコバタイプ 2.7 ミリですね。2.7ミリ、あれと同じじゃないかなってですね思ったんですけども、あれよりもやっぱ太いです。 2.7 ミリのノコブレード、あれもバチバチある程度いきますけど、これにはですね、やはりちょっと一回り太い分かなわんですね。持ちがいいですね。黒いコードのギザギザが前後ろについているやつですね。これはまあ、私の一つのお気に入りですね。タイヤのところへ行きます。これ。タイヤのところへ行きます。ですので、本日はですね、このまま作業に行くか、このままこの説明で終わるか。ですので、ナイロン、ローターがですね、またドアソリを吸っといたのが早くやんのかな。ナイロンローターが、もうドアソリしました。なんとかプロ。ディズライザープロ。ディズライザープロのですね、小さいやつですね。小さいやつ。一般的なディズライザープロはちょっと少しだけ大きいですね。10センチぐらいあるのかな。これはですね、10センチないですね。このくらいですね。このくらいにこの4本。4本ですね。4本出してあるということですね。これはですね、コードがいいのか、コードがいいのか、80VMAX がいいのか、わからないぐらいバチバチいきました。ヘリはこのような感じですね。先っぽはまあ爪楊枝のように減ったということですね。まあ、7ミリ、テクニブレード7ミリと比べたらどうか、というふうな話をすればですね。まあ、7ミリに、テクニブレード7ミリはもうほど遠い、ということですね。ただし、そこそこのやつはバチバチいきます。4本立ちですので。で、持ちもいいということですね。2本立ちではですね、回転力がバーっといってですね、面白く進むなと思いますけども、やっぱりヘリがスッスッスッスーと、交換の距離が短かったということですね。7ミリだったらもう一挙に行きます。バッチバチですね。ですね、本日、もしこの後にですね、動画を撮りましたら、あぜ狩りですね。簡単に言うと、畑田んぼのあぜ狩り。それも、去年の米刈りをした、そのあたりからもう去年の米刈りをした、あたりのやつがわーっと生えたやつところですね。まあこの丸はですね、どちらかというとこの食いつきが悪いというような感じですね。なめずり、まあ簡単に言えばですよ、1本目でなめずって、2本目で傷をつけて、3本目で切っていこうというのは、4本目で仕留めようというのはですね、それがどちらかというと丸いコードの特性じゃないかなと思いますよね。それに加えて、このノコバタイプですね。
これはもう一発目から食らいますので、ザクッといきますよね。ですので、この餅もいいしですね、このこちらはですね、餅もいいし、ある程度このザクザク切ってくれますよね。ノコバタイプというやつですね。で、皆様もですね、一度この丸山製作所さんのノコブレード、ノコバタイプですね。そちらをですね、まあ、こっち、田舎の方はですね、前、うちがあるホームセンターで何を考えたか、もう2500円に上がってますというような話をしておりました。最近2300円まで下がってましたね。あれがですね、当初、なんじゃかんじゃ値上がりを、いろんな商品が値上がりをしますよという前はですね、2000円握っていけば通ったのは、一挙に2500円に上がったんですよね。一挙にどこでどう2500円に上がったのかって、まあ視聴者様からも、こちらではまだ2000円ぐらいで買えますよというのでですね、やはりまあ運賃が上がったから一挙に500円上がったのかなって、まあそこのホームセンターですけどですね、何を考えておくかですね。それでこちらのコードが視聴者様のですね、浜様からお送りいただいて、使ったが最後ですね、もうどうしようもならん、消えすぎて、もう手放せない。今はですね、Amazon さんで私は購入しております。この間はですね、50メートル巻きというのが出ておりましてですね。それがですね、別な方が50メートル巻き1000、すいません。ちょっと値段はまだピンとこみません。1300円、400円ぐらいで購入できたという、商品のそのコメント欄に入っておりまして、送ってきたら全くこれと同じものが送ってきたということで話をされておりました。ですので、その50メーター巻きを購入すればですね、運が良ければ60メートル巻いたのが送ってくるかもしれないよということですね。私はその50メートル巻きをですね、この間4つか5つ多分注文したと思います。それはやはり、チャイナの方から送ってきますので、まだ日にちがかかると思うんですけど、予定はもうとっくに過ぎてるんですけどね、到着予定が。ですので、60メートル巻きがですね、50メートル巻きの、販売でされておりますけども、送ってきたのは60メートル巻きだった、10メートル分得をしたという気になりましたというのが、コメント欄にありましたので、ちょっとしたら私も購入したら60メートル巻きが送ってくるんじゃないだろうかというのでですね、5つだったかな、注文したと思います。で、私の知り合いの方も、りゅうちゃん、注文、私の分も注文してくれんけつってですね、2人の方から言われて、多分私は3つ購入して、あと2つ、追加注文でならもう5つ買おうということで買ったような気がします。まだ送ってきません。まあ、アマゾンさんですので、まあ、間違いないと思いますね。これ、いいですね。これ、いいですよ。こうやってね、黒いコードで、もう、前も言いましたけどもですね、なんかプラスチックをですね、黒いプラスチックをですね、塊をですね、鍋にボーンってぶち込んでですね、溶かして、ぎゅーっと伸ばして、ギザギザの葉をカチャンカチャンカチャン、こういう感じでつけたような、もう、見た目はですね、これで大丈夫なのかなーっていう、見た目ですよ。見た目と触った目もほとんどプラスチックを本当に溶かして伸ばして、ノコバのギザギザをつけたというコードです。正しいですよ。これからは大事なことです。正しい。60メートル巻いてある。これは測ってみないとわからない。日本国内で販売されて、いるのであればですよ。きっちり60メートルから60メートル1センチというので切ってあるかもしれない。ただし、チャイナ製ですので、50メートルあるか、60メートル1センチあるのか、61メートル巻いてあるのか、それは測ってみないとわかりません。ただし、もう切れ味はですね、抜群です。私が言いますからもう間違いないです。それと、浜様とか、使ってらっしゃいますので間違いないです。これは、これを買ってくださいとか、
これを宣伝してまた一巻きでも多くもらおうかと、全く関係ないと。私はもう使っていいか悪いか、どのような場所でバンバン行ったのかという総合評価ですね。まあこれはですね、まあびっくりします。もうたかが4ミリの四角タイプ20メートルで2000円、3000円、3700円というコードを使われている方はですね、ぜひ一度騙されちゃったというお考えでですね、購入していただければすごくいいですよね。これはもう私もびっくりしました。久しぶりにいいコードに出会えたな、浜様から紹介していただいてよかったな。ただしですね、 CC のでかいやつ、まあハスクバーナー、うちが所有しておりますハスクバーナー 55cc クラスとか 45cc クラス、ちょっとでかいので回転を利かして密集地ですね、まあ、これは見えてるかな、こういうのがですね、バチバチ生えてるところをバンバン行くとですね、元切りが何回か発生しましたね。それはしょうがないです、元切り発生しました。ただしペースを落としてスーッといっていただければですね、あもう畑一面バチバチ枯れます。その草質によってはですね、ハスクバーナー 555R50 55cc か 46cc クラス、どちらかにつけてですね、コードももう何センチ出てるかというぐらいバチバチ出してエンジン全開でバンバン行きましたけども、元切れなしでバンバン、この、土手ですね、土手のり面をですね、まあ、そん長くはないですよ、どっか、私はちょうど降っていいぐらいののり面ですね、そこをバチバチずーっと行きましたね。あれはびっくりしましたね。これは密集地のですね、もう今からこう生えてくるレンゲソウのようなですね、あれは短いですけど、レンゲソウに似た感じのこうひょろひょろと長いやつ、このくらいのですね、あれがもう密集しているところとか、ああいうのはですね、なんていうんですか、短いやつであればバチバチできますけども、ぐちゃぐちゃに長いやつですね、もう青々して今、水分をバチバチ吸ってるよというですね、ああいうところはですね、元切れが発生しました。ただし 55cc46cc クラスのエンジン全開で元切れを刺すという前提で行きましたので、その時には3回ぐらいだったかな、元切れをしました。でも最後まで切りましたね。これですね、本日はですね、このようなちょっと耳障りのような話をしました。果たして80ボルト、この8アンペアですね、どでかいやつを2個刺してですねやりました、バッチリでした。ただし4個でも私はちょっと落ち着かないなというような感じでした。最初の想定ではですね、2個4個でうちにあるポータブル電源でなんとか充電はしてくれるんじゃないかなと思いました。1回使って使い終わりますね。で次をこれを差し込みますね。差し込んだ場合にこの2個をですね、ポータブル電源に2個出しの急速充電器にポータブル電源に差し込んだ場合もギリギリですね、なんていうのかな、充電完了は完了でもですね、2種類あります。青が点滅した時がですね、まあ実際にこんだけあれば充電は完了していますよ、使えますよという青の点灯ランプですね、がここについた場合にはある程度、まあどのくらいですかね、 85% とか 90% 近くぐらい充電がしてありますので、今実用的には使えますよという感じですね。それとですね、もうフル充電完了ですね、グリーンのランプが点灯します。その次に
そこまで充電をしないといけないということですね。そうすると、グリーンの充電ランプがパーッとついた時にはもう、目いっぱい 100% の状態で充電をしましたということですね。その一歩手前が、実用充電完了青のランプですね。青のランプが点滅充電をしてますよという点滅からですね、青のランプがパッとつきます。その時には、まあ、これくらい充電しとけばそこそこバンバンいきます、使えますよという充電。それをその次がですね、青グリーン、グリーンのランプが点滅をしてブザーが照らしてくれます。その時はもうフル充電ですね。もうパンパンに充電をしてバンバンいきますよというやつですね。私のポータブル電源の場合はこのフル充電完了までいったかいかんかというところでもうゼロになりました。ですのであと、まあ1ランク1回りじゃなくて、まあ2ランクとかそのくらいのちょっと大きいのを準備をしとかんな、1回フル充電をして2回目のフル充電をしてちゅうのがなかなか難しいということですね。私のポータブル電源であれば、一つ目のこの使い終わった充電を、青の点灯ランプ、緑の点灯ランプまではいかなかったということですね。青の点灯ランプで終了したということですね。ですので、このフル充電、100% のフル充電の完了までギリギリいったかいかんか、ランプが変わるか変わらんかというところだったですね。ですので、やはりこの 8A、40V の 8A をですね、4個セットをしてバチバチいきたいなと思えば、インバーター発電機でガソリンさえ入れればバンバン充電をするよという体制が一番いいような気がしますね。となれば、これを買った意味がないよな。電池でバリバリ草刈りをするけども、充電をするとき、ガソリンを炊いてバリバリ充電をせないかんということですね。ですので、この、家の周辺ですね。家の周りをされるのであれば、もう1個で十分だと思います。大概のところへ行きます。距離も稼ぎます。最高期間をおすすめしますよね。重たくない、手頃である、手軽に使えます。で、できれば1日2個あれば、ちょっと急速充電ですね。で、そのセット品も売っております。まあ、このような、マキタさんのこのような感じで、充電器、1個出しだったと思います。1個出しの充電器、ケース、電池2個。それも発売されてますね。これをですね、もうこの、ワンセット購入していただければ、自宅周りであれば、1個使い終わったら充電をする。次の電池を差し込んで使い終わるときには、こちらは充電されてます。ですので、なんちゅうんですかね。まあ、あまりこの煮え切らん話をしたらいかんですけども。果たして 80V、まあ、北の 80V、このタイプが、ゆうちゃんの田舎暮らしで通用するか、インバータ発電機を買えば通用するでしょう。ポータブル電源はですね、ポータブル電源の容量がなくなったら、はい、それまでよということですね。で、その今私が考えているのはですね、やはりポータブル発電機であろうということですね。あれならもう、エンジンが抱え作業すればずっと何度でも充電をしていくということですね。ということは何度でも永遠に草刈りができるということですね。ポータブル電源の場合はですね、相当容量のあるま20万、30万そのあたりののを持ってきて、1回、2回、3回、4回できるのか、そのあたりは難しいところでしょうね。ですので、80V マックス、はっきり言います。80V マックス燃料節約にいいなと思ったけども、逆にじゅうちゃんの田舎暮らしではポータブル発電機を燃料をぶち込んでエンジンをかけて燃料で炊いて充電をせんな間に合わんちゅうことですね。ちょこちょこ狩りはいいですよ。
大概電池2個あれば大概とかいけると思います。ただし私のようにですね、あちらもあるこちらもあるというお方であれば、やはりポータブル発電機ですね、ガソリンを入れてエンジンをかけて充電をしなければ間に合わんちゅうことですね。また何て言うんですか、自分のそのお庭周り、自宅周りを草刈りをしようちゅうのでですね、まあ、これはもう必要ないですよ。ただもう見こだしでバンバンどんなとこでも切れる、でも自宅周り庭先をですね、そんなですねバンバン生えているというのはあまりないと思います。あとはもう畑のあれがりでですね、ちょっと伸びてるからですね、エンジンじゃうるさいしなっていう、まあ、そのあたりであればいいと思います。頑張ります。ある程度畑はなかなか難しい問題でしょうということでね、リュウちゃんの田舎暮らしではですね、ポータブル発電機、燃料を入れてエンジンをかけて充電をせな間に合わんでしょうということですね。間に合わんでしょうというか間に合わんということですね。バンバン行きますので、ある程度距離は稼ぎますよ。距離は稼ぐけども、これからまだいかんないかんという時に電池が切れたらもうどうしようもならんということですね。ですので、まあ、いろんな方がですね、80V マックス最高だぜという、まあ、いろんなことを言われてますけども、何が最高なのか、ただバチバチ切るのが最高であって、あとのこの処理がの産ということですよね。ポータブル電源ではですね、相当でかいの、容量のでかいのを購入せんな、ゆったりと充電をして作業ができないということですね。やはり最終目的はエンジン式を持っていかないかんということですね。さあ、もう動画的にはいいですよ。モーターのでかさ、電池、80V、バッチリだぜ。でもあなたはその電池をどうやって充電するのか、家に持って帰って充電するのかということですよね。これはなかなか難しいですね。だから私のようにバチバチいかんない、距離を稼がないかんという人はもうポータブル発電機ですね。燃料を入れて、エンジンをかけて充電をする。何回でもいけるということですね。ポータブル電源の場合はですね、何回行くのかというのは限りがあると思います。それでそのポータブル電源が何年持つのかというのはですね、まあ、ポータブル、インバータ発電機であれば、エンジンが壊れるまでですね、ある程度は行くと思います。2年、3年だか、4年だか、5年だか、使い方によっては、いいんじゃないかなと思いますよね。ですので私も張り切って購入しました。バチバチやりました。前回のところでですね、やはりバチバチ行って、あともう少しだっていうところでもうどうしようもならんということですよね。切れましたから。これはやっぱり皆さんの方で考えてみてください。ゆうちゃんが言うのがごもっともだって思われる方もいらっしゃいます。で、ゆうちゃんが、まあ、なんていうのかな、ポータブル発電機を買えばどうですかという方もいらっしゃいます。だから、ポータブル発電機より、ポータブル電源よりもですね、インバータ発電機の方が間違いがないということですね。エンジンをかければ延々と充電を何回でもできるということですね。ですので、インバータ発電機の小さいやつですね。これを余裕を持って充電ができる 600W とかな。まあ私はよくああいうの詳しいのはわかりません。ちっこいのありますよね、このくらいの。新大和さんなんかでもこのくらいのやつと、ちょっと一回りでかいやつとですね。でそのちっこいやつなんかは、まあ故障率がどうなのかですね。そういうのでやはりこの何回でも充電するよという方法を取るんであれば、やはりインバータ発電機ではないだろうかということですね。はい、こっさんいいですね。軽くて取り回しもいいしですね。まあ、ハーネスなんかつけなくても、なんか、ポッと持って何気なく振るというようなですね。ハーネスなしでもバンバンいきますね。軽さ、手軽さ、びっくりさですね。まあ、こちらはあまりこの話をするとですね、どんどん深掘りしていくと、
最後にはもうダメだよというふうになりますので、いいです。バリバリいきます。この名越ぐるがり販売のナイロンコードも4本出してもバチバチいきます。パワーはあります。距離もある程度いきます。ただし、リュウちゃん電池が消えたらどうするんだいということですよね。ポータブル、うちのあるポータブル電源では1回使って2回使って、これを充電したら、ギリギリ、フル充電まではしなかったなぁ、というような感じですね。ですので、ポータブル電源であれば、充電回数が限られる。ただし、インバーター発電機を使用すれば、ガソリンを給油するだけで何回でも充電はこなせるということですね。なかなか難しいですね。あとはもうその 40V、さっき私が言いました 40VMAX タイプの1個らしいですね。あれの右回転、左回転が自在にできるナイロンコード専用機というのが発売されておりますので、そちらの方が面白みがあるんじゃないかな。これは切れて当たり前です。もうこのね、40V の 8A に2個ぶち込むわけですから。これで切れんければですね、ちゃんちきおけさですよね。重たい、値段が高い、パイプも太い、総合的にいけば、こんなもんだろうというような感じですね。もうこれ以上ありません。パワーを調整する。まあ、キャブチャーのようにですね、エンジン草刈り機のようにですね、ギリギリ限界まで回してちょっと戻そうということはできません。ですのでもうこれが限界です。限界なんですけども、そのバチバチいくという限界ですよ。限界ですってことですね。それ以上はもうどうしてもならんということですね。うん、ここあたりがですね、まあその、中身を扱える人だったらですね、ちょっと回転数をもうちょっと馬力が出るように回転数を上げようかなんか調整があるのかもしれません。それをしたら、その、保証が効かんということですね。私のは保証は効きません。まあ、4本出しで分回してみたり、テクニブレード7ミリで分回したりしておりますので、もう、私は購入元のですね、鹿児島県鹿屋市かな、あそこの富屋さんですね、株式会社富屋さん。あそこの皆さんが見てらっしゃいますので、リュウちゃん、モーターが壊れたからって7ミリを使ったからだよというふうにもうバレバレですので、まあ、故障しても保証は効かないということですね。皆さんもこの連続草刈り機であればですね、なるべくその、取扱説明書に、この電動草刈り機であれば 2.7 ミリが適用範囲ですよというのが載っていると思います。それをできればしっかり守っていただければ、もしモーターがなんか調子が悪いとか、蓄電池が熱を持つとか、そういうところでまた販売店に直に持って行って、蓄電池が熱を持つがあれば交換してくれます。無償ですね。という感じです。なるべくなその電動草刈り機は私のようにどでかいのつけてバチバチいこうかとかいうですね。私はもう壊す気じゃないですよ。どんだけ回ってくれるかというのでですね、自分でも納得せない感じですね。そういう感じで、まあ、今日は話は長くなりましたね。草刈りどころじゃなかったですね。もしあれでしたらですね、ここで一旦終わってまた次回の動画でですね、草刈りこの名越ぐるがり昔ながらのこの行動ですね、この4本だしですね、ガキガキ、それとこの対抗したものになってます。どういう感じだと言葉が入ってね、この60メートルの時で Amazon でですね、1900円ぐらいに上がってましたね。あんまりこのこういう動画でですね、話をしてしまうとですね、みんながこう、ドドドーっといきますもんで、販売元が売れるなって、またこう、値段を上げても売れるだろうって、また値段を上げたんじゃないですか。参りましたよね。今どこ1900何円だったかな。ただし50メートル巻きの販売の部分で見ればですね、まだ1300円か1400円ぐらいで買えたんじゃないですか。それで運が良ければこの60メートル巻きのパッケージで送ってきます。それは10メーター儲けたと思ってください。
ただしスケールで 60m 歩かないか中のを測ってみないとわからない情報ですね。なぜなら中国製品ですから、そこあたりがこの不透明であるということですね。一回、コメント欄を見たらですね、60メートル巻き、またその人もですね、測ったんじゃないですか。スケール巻き尺をですね、伸ばして、釘かなんかで止めて60メートルあるかどうかってですね、測ったら54メートルしかないって言ってですね、だからブツブツ文句言ってらっしゃいました。そういうのが、チャイナ製であるということですね。です60メートルって書いてあるから、実際これを測ってみるのはわからんでしょ。60メートルあるのかないのか。それは個人判断でですね、りゅうちゃんが60メートル巻き位置書いてあったから、私は60メートル測ったら55メートルしかなかったよって文句を言われても、どうしようもならんということですね。それは販売元にお話をしてくださいということですね。本日はですね、このようにまた話が長くなりました。廃校機いいですよ。もし今からですね、電動草刈り機を購入して、家の周りとか庭先をあまり音がこう、エンジンのようにバンバン音が出ないで、スーッとできる電動草刈り機を買おうかなーって思われる方はですね、まあ私の今現在のですよ、今来たの40ボルトの一個出しのタイプはまだ使っておりません。まあ、あれはもうこれからするともだいぶ重いと思いますよ。こちらはですね、もうハーネスなしで、女性でもですね、ハーネスをつけなくてもですね、なんていうんですか、ただ、U 字ハンドルをポッと持ってね、こうスーッと行けばですね、ハーネスをつけなくても大丈夫です。まだ間違いありません。私のようなですね、あまり力のない人がですね、持っても、スー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 、あれ、これは棒切りを持ってるのけっていうような感じで行けます。間違いないです。廃校機さんのですね、これですね。電池も軽いしですね。ただしですよ。バチバチ私のように長丁場せんねえかんちゅう人はですね、10個ばっかり持っとかんな、なかなか長丁場はできません。が、唯一の、もう少し距離を稼いでくれたら最高だけどな、ってな感じですね。ただし、チップ層をつけた場合はですね、もうとんでもない。バンバンいきます。レベル1でもスースーいきますね。今度やってみたいと思います。本日はですね、このような話になりましたけども、まあこの後に草刈りができればですね、名護市グルガリですねのこのコードですよ。名護市グルガリの一本出しは使えません。もうぶち壊れましたから、このコードをですね使ってみたいと思います。名護市グルガリのですね、このコードはですね、あ、そこそこいいよな、というような感じがありますよ。これも世界でも通用しますよね。なぜこの、名護市グルガリのこのコードが、世にバンバン普及しないのかな、というのがですね、一つ不思議ですよね。まあ私なんかは、名護市グルガリのコードはあまりパッとせんな、というような、いろんな話をしましたので、あんまり出ない、購入されないのかな、と思いますけども。まあ、値段的に、名護市グルガリさんのコードは、50メートルか60メートル巻きだったのかな。それでまあ値段も高いからですね。まあそれを操作すると、60メートル巻きでまあ5、6000円だと思います。それを購入してどんだけ進むかっていうのはですね、なかなか難しいところですね。まあいいですよ、グルガリのコードは。一応いいからいいって言うとかなんですね。また悪口を言ってるなって思うといかんから、いいのはいいですよ。一本出しはダメです。絶対振動あります。こうですね。間違いないです。まあ、ついに言わせてもらえばですね。一本出しのローターを使って反対側に出ていない分のですね、このブレを抑えるために、まあ、その熱くなっているのかどうなっているのか、どっかそのあたりだと思います。その部分の厚みのこのバランスを取る部分ですね。その部分はですね、正確に言えばですね、11センチ2ミリとか、13センチ1ミリ、2ミリ、その単位で、ブレが止まると思います。ただし、短くなるにつれて、ブレが発生しますよね。許容範囲以内ですから。まあ、ローターからここまでが、
だいたいブレの出ないコードの長さであれば、これから短くなれば許容範囲を短くなります。というと、短くなればなるほどブレが出ていくということですね。これタップをして元の位置にパッと正確に戻ればいいけども、これよりも長く出た場合は許容範囲を超えておりますので、ブレが発生するということですね。それでまた元のブレの出ないこのピタッと正確な位置に帰ってくれば、2本出しのようにブレは出ないと思います。ただし、これをまた短くなればなるほど少しずつブレが出ます。その時がタップで出しなさいということなんですね。この位置でブレが止まるんであれば、長くなっても短くなってもブレは出るということです。ある程度使って、ある程度短くなればもうブレがだんだん出てくるということです。なぜか、ローターから出る反対側がですね、何かあるはずです。厚みで、ブレを抑えるように厚みでこの長さがピシャッと取ってあると思います。それを超えてもブレが出る、短くなってもブレが出る。ある程度使えばどんどんブレが出てくるということですね。タップを1回して出る、2回してここまで出る、これでまたブレがゼロになるということですね。それは分からんですよ、開発者の方に聞いてみるんだ。多分私のこの単細胞でも分かることですね。2本出しの場合はですね、セットをした時に1本が長ければちょっとブレが出ると思います。そういうブレが気になる方はですね、ブロック塀とか、道路の、アスファルトの上でですね、まあ簡単に言えばですよ、こういう風に当てていただいて長さを調整していただければ、スッと元に戻ります。それで草刈りをしていただければ大丈夫です。一本立ちの場合はですね、ブレの調整はまず無理です。何ミリ単位、下手すりゃ、グルガニ何型は、ここが厚くしてあります。ここの出は13センチ、1ミリ、2ミリ、そのあたりのもう正確な長さでないとブレは止まらないということですね。それを長く出しすぎたらブレる。それを使いすぎて許容範囲を超えた場合にはブレが出る。許容範囲以内であってもブレが出るということですね。この長さでないと 100% ブレは止められないということですね。その作りがグルガリさんのコードが出る反対側のどこかにか厚みがあるとか、なんとかあると思います。それはもう、グルガリの製作者の社長さんに聞いてみてください。なぜブレが出るのか出ないのか。そのあたりをですね、お話をされてみれば、ナイロンコードが出る反対側のこの厚みの部分で調整がしてあるという私は思いますよ。そうじゃなければですね、もう一本出してあれば何センチ出そうがどんどんブレますから、どっかでかその厚みが厚くなったりとかなんかあったと。私のぶち壊れたグルガリの55型でしたか、あれもナイロンコードが出るところは普通にこう作ってありましたけど、反対側がちょっと厚みがある部分がありましたよね。あれでそのブレの調整、コードの長さのブレの調整で、その調整が 100% に長さがなれば、この厚みの部分とこの部分でブレが止まるということですね。だと思います。わかりません。適当なことを言ってますけども、大概そうであろうということですね。ですので、今グルガリも結構開発されてブレが収まってるというような話を聞きますけども、まず 100% のブレは全くありませんということはないでしょう。多分ですよ。まあ、購入して使ってみてください。リオちゃんがブレがある、ブレがあるって言うけど、どんくらいのブレがあるかな。多分半端じゃなかったです。もう映ってましたから、先に。私今こう引っ張り込んだってますね、別の人は。まあ、それをこう、ブレてましたからですね。まあ、あまり言うとですね、また、名越さんからですね、連絡があるわけですけど。でも、補足ですよ。グルガリの一本出しはですね、バチバチいきます。一本で、
きゅうわけですから、パチパチいきます。それに耐えられる高度であるということですね。最初はですね、なんかろうそくをですね、溶かして伸ばしたような高度やって言ってましたけど、実際自分で、ね、パチパチ使ってですね、パチパチいきました。ですので、ブルワリの高度はですね、素晴らしい高度であるというのはですね、皆さんが証明していると思いますよ。私なんかはもう特にこう使ってですね、まあ反発しませんから、もうバッチバチいきますから、答えがすぐ出ますよね。これはいいですよ。ただし、名越さんが見てらっしゃればいいんだけど、値段をですね、もうちょっとギュッと、ギュッとしてもらうなですね。まあ5、60メートル巻きで5、6000円って言えばですね、うん、私もまあ相当余裕があればたまに購入してみようかっていうのはありますけど、年中購入する気はないです。これは、前回55型だったかな、ぶち壊れたですね。ぶち壊れた55型と一緒にこれを購入して、残りの行動ですね。まあ、あと、そんなに残ってない、10メートルも残ってないですね。ですので、3ミリなんかもいいんじゃないですかね、発売すればですね。いけると思いますよ。やはりテストをですね、バンバンしていただいて、世界に通用する、世界に羽ばたけ、名越ぐるがりっていうような感じですね。ローターは、私は宣伝しません。あれがいいですよって言ってですね、リュウちゃん買ったけど、ブレがバンバン来ますよって言われたらですね、責任問題になりますので。構造はいいですよ。ただし値段の問題ですね。手軽にちょこちょこ買える値段なのかっていうのをですね、名越ぐるがりの製作者、販売元でですね、どっかなんとかする方法はないかなっていうのを考えてもらえば、まだ売れると思いますよ。まあ、私なんかは使っていいなと思うぐらいだからですね。ただ値段が高いですので、まあ言うと言いますよ。値段が高いので、ちょこちょこ購入しにくいということですね。まあ5、60メーターあたりを5、6000円で買うちになればですね、さあもう、昔で言う清水の舞台から飛び降りるという気持ちで、まあ私で言えばもう崖っぷちに立たされて、ちっちゃりたというような感じで、落とされたというような感じですね。それぐらいの覚悟で購入せないといけないということですね。うん、ブルガリの行動はいいですよ。いいんですけども、値段が高いからですね、ちょこちょこ買えないということですね。それが、ブルガリ、名越ブルガリの、販売の欠点であるということですね。まだこれをぐっとぐっとぐっとですね、やはりこの、一袋売ったから、もう今日がっぽり取ろうというんじゃなくて、皆さんが、ちょこちょこ購入する値段に下げて、ちょこちょこ、なんていうんですか、儲けを取りたいなというような風に考えていただいて、まだバチバチ売れる行動であるということですね。ただし、ちょこちょこ買える値段にならないと難しいなという感じですね。これがある程度の値段に下がれば、私なんかちょこちょこ買います。この間ですね、ほんで、また話は長くなるんですけど、この間ですね、うちのりゅうちゃんの田舎暮らしのご意見番のですね、インスパイア様からですね、私がぐるがりの講座いいですよ、まあ、その一生懸命言ったわけですよね。そしたらですね、りゅうちゃん、名越さんと手打ちをされたんですが、手打ちじゃないですよ。手打ちでもなくて、私が実際本腰入れて使ってみたらすごかったというのでですね、このコードはいいですよということです。で、今、値段がですね、値段がもう少しぐっとぐっと縮まれば、ちょこちょこ買えるようになれればいいですよね、ということですね。商品はいいですよ。商品はいいけども、ちょこちょこ買う値段ではないということですね。だから私は買わないということです。これをですね、バンバン使って、バンバン給油、それはいいんですけど、バンバン値段がかさばるということですよね。こっちなんか、ですね、まあ一応60メートル巻きって書いてありますけどさ、54メートルあるのか50メートルしかないのかさ、わからんですよ。測ってみないと。まあ結構こんだけ巻いてありますからですね、そこそこあると思います。値段を考えればですね、すごくいい商品であるということですね。さらに、名越ぐるがりはいい商品である。ただし、ちょこちょこ買える値段ではないということですね。だから私はこれをバンバン買います。もう中身がですね、54メーターだか56メーターしかないもさ、関係ないです。もう値段でいけばバリバリいけますので。
間違いないです。これはですね。本日はですね、もう何かわけはわからなくなりましたけども、まあ、こんな感じですね。よいしょ。まあ、ブツブツ言いながら、またこの、直しますけどですね。やはりこの 80V、これは確かにいいんです。確かにいいんですけども、りゅうちゃん、最初の2個を使って、これが、電池が切れた。な、もう2個あるから大丈夫だよって。これをどう充電するのかなっていうのを、まあ、考えてもらった方がいいということですね。確かに、電動草刈り機の中では最強でしょう。だって、40V、リュウちゃんのところでは 8A の2個出しだから、さらに最強であるということですね。ですので、これがですね、2個使った時の後の処理をどうするんだということですね。あなたはやめて帰るか。それとも、インバータ発電機を購入して、何回でも充電ができるようにセットするかですね。ワンセットをですね。となるとですね、もうとんでもない値段になりますよね。このセット内容が2個ついてます。2個出しの急速充電と、40V 8A が2個ついてました。それにもう2個入るようになっておりましたので、もう2個追加をしました。これでも私は満足できないということですね。インバータ発電機があれば別ですよ。インバータ発電機がここにあれば、急速充電器、2個出しの急速充電器をインバータ発電機に燃料を入れてエンジンをかけて差し込めば、何回でもガソリンがある以上は、どんどん何回でも充電をしてくれるということですね。ですので、まあ、簡単に言えばですよ。インバータ発電機が10万円。これは何枚かも忘れました。これとすればですね、もうとんでもない値段ですね。そこまで最初から買い揃えるんであれば、あの、スチールのですね、560CE なんとか、あれをゆっくりと買えますね。ですので、なかなか難しい問題ですね、この 80V は。まあ、そう、ちょろちょろ使ってる方がいいな、とは当たり前ですよね。80V のバリバリですから。いいんだけども、いざ私のように、さらにバリバリにいかんないかの時ですね。インバータ発電機がなければ、ちょろちょろ狩りしかできないということですね。まあ私は4個ありますから、ある程度は行きますよ。ある程度は行きますけど、それ以上バチバチ進まないかんときには、電池4個使い果たしたらどうするんだ、ということですね。そこが問題です。問題は、まあ北さんということですね。バリバリなのは当然なんだけども、いつまでバリバリ使えるかというのは、まあ私のように電池4個あれば4個分は行くけども、あとの2個分は、残して帰らないかんということですね。草を残して帰らないかんということですね。切り残しを残して帰らないかんということですね。ただし、エンジンの草刈り機でまたそこを残りを刈るか。まあなかなか難しい問題ですね。80V に関してはですよ。40V の1個出しの場合であればですね。まあうちのインバータ発電機でも1回、2回ぐらいは充電できるかもしれません。まあこれから、私のようにこれからですね、この、いろんな場所で、どんな場所でも通用するには、やはりこういう 80V、40V、それから 36V、ちょっと疲れたな、じゃあ、はい、小木さん頑張ろうよ、っていうような感じですね。これは元気なうちにバンバン行こうぜ、っていうような感じですね。ちょっと疲れたら 40V、まあ北さんっていうような感じですね。それで、もうちょっと、手軽に行こうぜ、ここの草は、バリバリだぜ、というのはこっちですね。はい、こうきさんですね。今度、なんかまた、買い足して、また、文句でも言ってみます。文句を言うんじゃないんですけど、やはりですね、80V いいんですよ。いいんですけども、この蓄電池を使い終わったら、どういうふうに充電するんだ、というのをですね、考えとかんな、
なかなか難しいところがあるということですね。まあこういう人家もない畑山の中でバンバン切って電池を使い果たしたらもうどうしようもならんということですね。それで登場はインバーター発電機であるではないんだろうかということですよ。まあそのあたりが難しいところですね。実際にいいです、バリバリ行きます。まあどんなところ、まあ大概のところは行きます。私にとってみればですね、この80ボルトがですね、どのような目的で開発されたかっていうのはもう私にはもう問題外です。私は7ミリのテクニブレード7ミリをつけてやりたい、シュレッダーブレードをつけてやりたい、シュレッダーブレードとかですね、チップ層であればごく普通なんです。私で言わせれば刃物ですから切れないかもわけですが、それに耐えるか耐えられないか、それに耐えられるように作ってあると思います。ただし7ミリの4本出しあたりをですねバチバチ使って負荷をかけてバチバチずっといってくれるのかっていうことですね。これもわからんですよ、まあ、使ってみようなバンバン使ってみようんですね。この間2本出しだったですね、あれならそうそう行きましたけども、4本出しになるとやっぱり負荷がかかったりとか、4本で切りますから、その分でいろんな負荷がかかって違ってくると思いますよね。本日はですね、またこんなかなと話になりましたけども、何を言いたかったかということですよね。まあ電池を使い果たしたらリュウちゃんどのように次は対応するのかということですね。もうあとはもうインバーター発電機ので充電する方法を考えないといけないのかなということです。これを使われている方で個人宅のお仕事などをよくされる方、どんな場所が出るかわからないという方は、そのご自宅の電源から充電ができるということですね。私なんかのようにもう人家どころではない農道町道山の中ですね、もちろん電気がないわけですから、あとはこの充電方法を次は考えないといけないということですよね。ポータブル電源のまあバリバリ使おうちょうやポータブル電源でもですね、10万前後のやつではですね、そんな大したことはないと思いますよね。おそらく15万以上25万、そのあたりの範囲でないとある程度の充電はできないと思います、多分ですよ。だから買った値段にびっくり、後処理にびっくりというやつですね。もう商品が悪いというわけじゃないですよ、商品はいいんです、バリバリなんです。ただしその使った電池をですね、リュウちゃんどうやって充電をして次から次に使っていくのかっていうことを考えればですよ、まあインバーター発電機でエンジンをかけて充電をする、ちょこちょこ取り替え引っ換え充電をしていかんな使えないよねということですよね。まあこういうポチョポチョ狩りならあっという間に終わりますからいいんですけど、私のような場合ですよ、これ私あくまでもですね、リュウちゃんの田舎暮らしで通用するかしないかってなった時ですよ、まあ、通用しますけども電池を使い終わったらもうただの電動草刈り機の見た目ですからですね、動かんわけですから、まあ、使い物になるかならんかというのは、まあそのインバーター発電機を超えば使い物になるであろうということですね。まあそれはもうこちらも一緒ですよ、こちらの場合は充電の容量が小さいもの、36ボルトの、4アンペアだったのかな、まあ、よくわかりません、容量が小さいのでうちのあるインバーター、インバーターじゃなくてポータブル電源で1回2回3回か4回ぐらいできたような気がします。こちらですね、こちらもポータブル、うちにあるポータブル電源で充電をしたらフル充電までいかんかったということですね、行ったかいかんかギリギリのところでしょうね。ですのであとはもうこの燃料を入れてインバーター発電機でないと思うように使えないだろうなという今の現段階の結論ですね。それがもうこのバカ高い40ボルト8アンペアをですね今4個ありますので、こういう6個とかですね7個8個とかという、まあその2,4,6,8 等という感じで2個セットしますから7個で半端になるわけですよね、8個とかですね10個とか、そういうふうにすればある程度もう長丁場でいけると思いますけどね。
ですね、まあ私の場合は長丁場じゃなくてですね、大体もう8時前後スタートでバンバン行って3時ぐらいまではバンバンフル回転で使えますので、まあどのくらい電池を買い揃えればある程度仕事してくれるかっていうのはですね、まあやっぱり電池が切れたら今度は廃工機さん頑張ろうぜっていうような感じですね。廃工機さんの電池も使い終わったら、エンジン草刈り機でとどめを刺さるねかんちゅうもんですよね。なかなか難しい問題です。これはですね、皆様の草刈りをされる場所に応じて廃工機でいいんじゃないかいとか、まあ北の40ボルトで一個出しでいいんじゃないかとかですね、難しいと思いますよ。中丁場をされる方は特にですね、もうこれなんかやればですね、3にしても、なんていうんですか、もう、心臓がドクドク言うぐらい、バンバン切っていかないですね、間に合わんちゅうことですよね。ゆっくり切ればですね、3の場合はもうバチバチいきますので、ゆっくり切ればもうそのモーターが遊ぶちゅうことですよね。ですので、もうバンバン回る限り、バンバン切って、バンバン進んで早く終わらせないかんっていうのは、あたふたしますね。余裕がないとですね、電池の、蓄電池の余裕がないと、あたふたするということですね。こちらはチップソナーが最高ですね。もうなんちゅうはならんですよね。軽いしですね。もうびっくりしました、私は。廃工機さん、あなたはこんな軽いので、僕にどう消えちゃうのかって、まあ思いましたけども。まあ、チップソナーなんかやれば、レベル1ですーとですね、気楽に行こうぜ、廃工機さんってな感じです。まあ一度皆さん、ぜひ、販売店に行って、重さ、ああ、リオちゃんの言うように、ハーネスなしでもスースーいけるな、とかですね、そういうのを見ていただいて、見て触って、電池を差し込んで、重さを確かめて。いいですよ、廃工機さん。今度の動画はですね、このナイロンコードでまたバチバチ行ってみたいと思います。本日はですね、このような、お話になりましたけども、決して、この機械がいいとか悪いとかというのじゃなくて、リュウちゃんの田舎暮らしでは、長丁場を行くには、最終的には、ポータブル電源ではなくて、インバータ発電機で繰り返し繰り返し、この4個の電池を繰り返し繰り返ししていかないと、リュウちゃんの田舎暮らしでは通用しないということですね。今の現状では、電池2個出しを1回使って、次のやつを挿したら、これを今現状のポータブル電源に入れれば、フル充電までしなかったということですね。なかなか難しいです。ただし、マキタの 80V MAX、本当の電動草刈り機械の化け物といった感じですね。刃物はですね、もう化け物、大物、小物、全部切れます。スピードが遅いだけですね。切り進む速度が遅いだけで切れるんです。あとはこの、コードですね。コードがどのあたりまでバチバチいってくれるかっていうのですね。廃工機さんもこれなんかですね、もう軽いです。もうびっくりします。私はこの、下干しカバーをつけてますけども、この辺かな、今の段階どっかこの辺ですね。もう指一歩でこう持てるぐらいですね。もうつまめばですね、こんな感じですね。もうくるくる、びっくりしますよね。なぜこんなに小さいこの子が、あんなにバンバン切ってくれるのかーっていうのはですね、もう、しまいにはですね、この軽さは何なんだって言ってですね、お前あなたはふざけてるのっていうような感じですよね。もう、こうですから。もう自由自在にですね、この前も言いましたけども、びっくりしました。私もこれは何なんだっていうような感じですね。これですね。これ。これでもうバンバンいきます。もうこの飛散防止カバー、ステンレスのですね、この飛散防止カバーがなければですね、まだ軽いです。私はもうこのあたりはどうもないですけどですね、ただこんだけ、ここではね、レバーを持って、ここで押し上げるだけです。こうですね。押し上げてこうするだけですよね。あともうバンバンこうやって切り進めていくだけですから。こんだけですね。もういいちょっと持ってですね、上に下に振る必要ありません。押し上げて、戻して、押し上げて戻して、もうこういう、添えるだけです。で、このような軽さだということですね。これもいいですよ。まあ、今度またバチバチ切ってみます。本日はですね、また、もう今度は最後ですよ。今回は最後です。
本日はこのようになりましたけども、マキタ 40V 2個出し8アンペアですね。40V 8アンペアの2個出し、本当のマックスでしょう。8アンペアですから、8アンペアですから。と、ハイコーキさんの電動草刈り機ですね。あと、これマキタさんの 40V とですね、ハイコーキさんのループハンドルですね。これをですね、なんとか手に入れて、いいのか悪いのかバチバチやってみたいと思います。本日はですね、このようなお話になりましたけれども、次回になると思います。次回はですね、まだこちらを再起動しましてですね、フル充電でバチバチやってみたいと思います。本日はですね、このような話になりましたけれども、本日もですね、チャンネル登録をしていただいている皆様ありがとうございます。なお、ゆうちゃんの田舎暮らしですね。はちゃめちゃなゆうちゃんの田舎暮らしをですね、いつも楽しみにしていらっしゃるご視聴者の皆様、ありがとうございます。では、本日はですね、この辺でおいとまさせていただきたいと思います。では、本日もありがとうございました。さよなら。